川越市駅は埼玉県川越市六県町一丁目にある東武鉄道東上本線の駅である。駅番号は TJ22。島式ホーム2面4線を有する地上駅。駅舎、改札口は北東側に1カ所のみ設置されている。駅舎とホームとの間は古線橋により連絡している。従来はエレベーターエスカレーターとも設置されていなかったが、 2010年度にエレベーター3基を設置を計画し、2011年4月25日に共用を開始した。東部川越駅間区参加の駅長配置駅で、新加岸駅、霞ヶ関駅を管理する。一番線の隣には留置線がある。また、よりいかだに上下線の線路に挟まれる形で2本の引上げ線がある。主に同駅終着の列車が使用している。なお、 かつての留置線は、下り線側に一本のみであった。2.3番線は対比線で、東駅折り返し列車や、TJ ライナー、快速急行、快速と、環急接続する準急、普通が使用する。なお、1.4番線も東駅始発、東駅止まりの列車が使用する。2020年度の1日平均乗降人員は34,431人で、ある。 2016年2月20日に、西部新宿線本川越駅西口が開設し、当駅から本川越駅への乗り換え距離が短縮されて、乗り換え客が増加し、2016年度に1日平均乗降人員が4万人を上回った。近年の1日平均乗降、乗車人員は、下表の通りである。かつては東上線における、 川越市の代表駅であったが、市街地が南へ発展していったために、川越駅が中心駅となった。ただし、周囲に3つの高校が所在し、旧市街や市役所に近く、西部新宿線本川越駅との連絡も、徒歩の場合は、川越駅よりも近接しているため乗り換え客が多く、また、学生、生徒の利用客も多い。倉の町など川越の観光地へ、 東上線を利用した歩で訪れるなら同駅下車が市弁である。有楽町線新木場からの直通列車はほとんどが同駅終着である。そのため日中は同駅より小川町方面の運行本数は毎時14本から快速と急行、準急の毎時8本に減る。1929年に川越電車庫が併設され、これが 輸送力増強計画によって1971年に拡張移転されたのが森林公園研修区である。跡地には東武鉄道川越工場が置かれ車両改造や検査などを行っていたが2020年9月に廃止された。また開業時は川越の町の中心に最も近かったため東場鉄道においても中心的な役割を持っていたことからその後も 乗務管区をはじめとする多くの主要な機能が同駅構内に置かれている。本駅と本川越駅の位置関係川越市駅から川越駅に向かって西部新宿線をまたぐ高架の橋脚には1914年に東場鉄道が建設された当時のものが現存している。レンガ造りで石の化粧済みがされている箇所である。貴重な文化財で 埼玉県の近代海産に指定されている。なおこの橋の存在によって、西部新宿線は複線化が物理的に不可能となっており、脇田信号場本川越駅機関で単線となっている。ありがとうございます。